はいどうも皆さんこんにちは、リュウパラです。本日もチェンクロの動画撮っていきましょう。ただいまですね、当派のイベントをやっておりまして、それが、ソードオラトリアっていう、前もあったダンマチコラボの外伝っていう風になってます。ちょっとね、この作品は全く見てないので、どういう内容か全くわからなくて、チェンクロの内容の、チェンクロで配信されてるストーリーしかわからないんですけど、ただね、F とか、このアイズ、真ん中にいるアイズっていう女の子が可愛らしいですし、ストーリー全部読んだんですけど、かなりね、強いキャラクターっていうイメージがあるんで、今回はこのアイズを狙ってガチャを引いていきたいなと思います。で、一応これを引く前にですね、以前あったダンマチコラボの復刻フェスもやってるんですよ。この中でも僕が一番欲しいのはやっぱりヘスティアが欲しい。この女神が欲しいんですよ。その旅人の僧侶の中でも結構上位に入るキャラクターでもあるんで、それに SS レアが 10% っていう確率でも手に入る。で、あと20回で最低でも1枚手に入るっつうことなんで、まずはこっちを引いてから、本命のね、フェスを引いていきたいと思います。というわけでこっちをまず引いていきましょう。できれば1回で来てほしい。おっと、やばいぞやばいぞ。お、来い。ああ、リリルカーデン。違いましたお兄さん。突然ですが、サポーターを探していませんか？いやー、ほんと引いてないんだよね、全く。全員出てくるキャラクターはニューになってると思いますね。いや、これ、厳しいぞ。出るかな？うわ、マジか。これは。でもね、SS レアが 10% ってことなんで、これであと10回引いたら、少なくともヘスティアを1枚手に入るんで、プラスもう1枚出てきてくれたら嬉しいかなと。いや、来てほしい。来てほしい。あー、そっちか。ベル君か。大丈夫。僕は一人じゃない。同じファミリアじゃないけど、仲間がいる。今回の話はロキファミリアって出てましたね。いや、切ってほしいな。あ、待ってた。いましたね。今回外伝ってことなんで、前出てたキャラクターは一切出てなくて、もう普通に合図しか、前の時に、前も党派でしたね。前の党派の、報酬で手に入るキャラクターだったんで、ほんと違う物語を見てる感じでしたね。いやー、そんなことよりも全然出ねえな。あー。いいや、これでベルゲットですね。ベルじゃねえわ。ヘスティアか。ありがとう。君みたいな子に会えて僕は幸せ者だよ。おー、なるほどね。これだったらベル君の手に入れてもよかったと思いますね。はい。というわけでね。いや、ついにゲットしましたよ、ヘスティア。スキルがやっぱ強いんですよね。うん、よかった。20回も正直回したくなかったですけど、そんなことは置いといて、次本命行きましょう。ソードオラトリアコラボフェス。一番の狙いは合図ですし、あ、そうだ。とりあえず引いていくんですけど、一応ですね、ガチャ20回、40回、60回でそれぞれ手に入ると。40回引いたら合図は手に入ります。ただ、さっきあんま出なかったんで、ここでは出てきてほしいなと。来てほしい。でね、今日更新された内容かどうか知らないんですけど、今回の、出た。ワンちゃんじゃねえな、狼か。やることは変わらねえ。ぶっ殺す。いやー、この種いいキャラしてましたよ。補正がかかったらしいですね。倍率が2倍から4倍になって戦いやすくなったっていうね。私もそう思ってたところなんです。あ、そうなんですか。そうなんですよ。で、その2倍の時どんだけ強かったんだっていうね。いや、そこの段階で僕クエスト、フリークエストやってないんで、どんだけ強かったんだろうなと思いながら、もう戦えるタイミングがないんで、もうしょうがないんですけど、まあ4倍でね、まあ多分、ちょっとは楽になったんだろうと思うんですけど、これから頑張って周回してみたいなと。はい。S レアだけですね。うん。いやー、これ出ねえな。プレミアムチケット3枚あるから、どっちにしろ課金しなきゃいけないかな。どうだろう。いや、来てほしい。来い。あー、勇者ですか。勇者フィンティムだ。君たちに勇気を問う。その瞳には何が見えている。あ、よかった。よかった。欲しかったんですよ。いや、この絵が好きですね、やっぱり。頑張ったね。大丈夫。今助けるから。あ、いいわ。いいな。アイズバレンタイン。おお、いいですね、いいですね。生きて、帰ってきてほしい。いやー、よし、よかったよかった。まあ、なんとかね、合図を手に入れたんで、あと18回か、うん、ちょっと回さんかな。魔法使いの方はちょっと手に入らなかったんですけど、まあ、Sレアは揃ったのか。いや、揃ってないな。もう一人おるけど、まあいいでしょう。これで良かったかなと思います。じゃあ、これらのキャラクターをパーティーに入れて、今度は今回手に入れたこのキャラクターを使ってパーティーを組んで、フリークエストを周回していきたいなと思います。でね、イベントが始まって、まあ、2日ほど経ったので、もう、次の動画で、このパーティーでやってますっていうのをね、紹介できたらなと思いますんで、ぜひ楽しみにしていただければなと思います。はい、というわけでね、今日の動画はこれで終わりたいと思います。この動画を見て面白いと思った方は、ぜひチャンネル登録などよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。